は。どうかしましたか、神様。いや、なんでもないよ。ませんけど、というわけで熟練度がすごい勢いで伸びてるわけだ。何か心当たりはあるかい？いえ、全く。あ、もしかして。ん？なんだい？昨夜7階層まで行ったんですけど。防具もつけないまま到達階層を増やすんじゃない！ごめんなさい。はあ、本題に入ろう。理由ははっきりしないけど、今の君は恐ろしく成長する速度が速い。言っちゃえば成長期ってやつだ。はい。君はきっと強くなる。そして君自身も強くなりたいと願っている。僕はそんな君の意志を尊重するし、手伝い力も貸そう。神様。でも無理はしないって約束してほしい。昨夜のような真似はもうしないと誓ってくれ。お願いだから僕を一人にしないでおくれ。はい、わかりました神様。無茶したりしません。頑張って必死になって強くなりますけど、絶対神様を一人にしません。心配もさせません。うん、その答えが聞ければもう安心かな。それで今日もダンジョンに行くのかい？そうですね。あ、でもその前に行かないといけないところがあって。行かないといけないところ？あ、ちょっと野暮用が。あなたは。申し訳ありません、当店はまだ準備中です。どうかしましたか？あの僕お客じゃなくて。シルさん、シルフローバさんはいらっしゃいますか？あとおかみさんも。失礼しました。すぐにシルと宮川さんを連れてきます。ベルさん。あ、
昨日はすみませんでした。お金も払わず勝手に。いえ大丈夫ですから。こうして戻ってきてもらえて私は嬉しいです。あのこれお勘定です。本当にすみませんでした。ああなるほど、金を返しに来たのかい。安心じゃない。シル、あんたは仕事に戻りな。途中。はい、わかりました。シルには改めて礼を言っときな。私も含め、血の気の多いうちの連中があんたを許したのは、あれの説得のおかげだからね。シルは飛び出したあんたを追いかけていったみたいだけど、結局会わなかっただろう。はい。塞ぎ込んだシルを見て、エルフの竜が真剣を持って出て行きそうになってね。まったく、止めるのに一苦労したもんさ。いろいろとご迷惑をおかけしてすみません。坊主、冒険者なんてカッコつけるだけ無駄な職業さ。惨めだろうが笑われようが、最初のうちは生きることだけに必死になってればいい。最後まで2本の足で立ってたやつが一番なんだ。帰ってきたそいつに私が酒を振る舞ってやる。ほら勝ち組だろ。私にここまで言わせたんだ。簡単にくたばったりしたら許さないからね。はい。さあ行った行った、店の準備の邪魔になるよ。はい行ってきます。
さすがガネーシャ主催の宴だ。このただ飯の数々、タッパーを持ってきて正解だった。待っていておくれ、ベル君。今日は美味しいものをたくさん持って帰るからね。これは日持ちするのか。無理に持って帰って腐らせたらもったいないし。何やってるのよ、あんた。ペファイストス。元気そうで何よりね。もっとマシな姿を見せてくれたら私は嬉しかったんだけど。いやー、よかった。やっぱりここに来て正解だったよ。何？言っておくけど、もうお金は1バリスも貸さないからね。しけな。僕が親友の懐を漁るような神に見えるのかい。あんたね、これまで何度お金がない、住むところがない、仕事がないって泣きついてきたと思ってるのよ。うえ、ぐうの音も出ないとは、まさにこのことだね。相変わらず仲がいいのね。フレイヤ、なんで君がここに。あら、お邪魔だったかしら。そんなことはないけど、僕は君のこと苦手なんだよ。あなたのそういうところ、私は好きよ。それでヘスティア、
今度は何？まさかまたお金を貸してくれなんて言うんじゃないでしょうね。そんなことはしないさ。なんといっても僕にもファミリアができたんだからね。ああ、そうだったわね。確かベルって言ったかしら。白髪で赤い目をしたヒューマンだっけ。ああ、僕にはもったいないくらいのいい子だよ。ヘファイストス、ヘスティ、私は失礼させてもらうわ。え、もう？あなた用事があるから珍しく顔を出したんじゃないの？ええ、確認したいことがあったのだけれど、それはもう聞けたし。あなた、ここに来てから誰にも聞くような真似しなかったじゃない。それに、ここにいる男はみんな食べ飽きちゃったもの。ブフワッ！それじゃあね、ヘスティア。それで、そろそろ聞かせてもらえるかしら？私に会いたかった理由を。それは、ヘファイストスに頼みたいことがあって。へえ、この後に及んでまた頼みたいこと。一応聞くだけ聞いてあげるわ。言ってみなさい。ほら、どうしたの？用事がないなら私はもう行くわよ。ベル君のために僕のファミリアの子に武器を作ってほしいんだ。はあ？うちの品のオーダーメイドがいくらかかるか分かってるの？値が張るのは知ってるけど。それならお金を貯めなさい。話はその後よ。今じゃなきゃダメなんだ。頼むよヘファイストス。この通り。そこにいられると仕事に集中できないんだけど。頼むよヘファイストス。まったく、宴の間中もずっとついてくるし、終わってもそうやって頭を下げ続ける。いくら追い払っても頼むよの一点張り。まったく、一体何があんたをそうまでさせるの？話を聞いてくれるのかい？聞かないと、いつまでもそうしてるでしょ。あの子の力になりたいんだ。今、あの子は変わろうとしてる。一つの目標を見つけて、ベル君は高く険しい道のりを走り出そうとしてる。危険な道だ。だから欲しい。あの子を手助けしてやれる力が、あの子の道を切り開ける武器が。僕はあの子に助けられてばっかりだ。ひたすら養ってもらってるだけだ。僕はあの子の神なのに、神らしいことは何一つしてやれない。何もしてやれないのは嫌なんだよ。わかったわ。武器作ってあげる。あんたの子にね。本当かい？言っておくけど、ちゃんと代価は払ってもらうわよ。何十年何百年かかっても。うん、わかってる。それで、あんたの子の使う獲物は？ナイフだけど。ヘファイストス、もしかして君が撃ってくれるのかい？当たり前でしょ。あんたと私のプライベートにうちのファミリアを巻き込むわけにはいかないわ。すごい！天界でも神将と謳われた君に撃ってもらえるなんて。あんた忘れてない？ここは天界じゃないのよ。私たちは一切神の力を使えないんだからね。構うもんか。僕は君に武器を撃ってもらうのが一番嬉しいんだから。
さて、冒険者になって半月の駆け出しに持たせる一級の武器。はっきり言って無理難題。武器の威力があまりにも強すぎては冒険者が腐る。使い手の成長の妨げになるし、元より十分に使いこなせない。かといって中途半端なものを作ってしまえば、それこそヘバイストスの名折れ。さて、どうするか。煮込んだ汁を見て、エルフの竜が真剣を持って出て行きそうになってね。ミア母さんから何を聞いたかは察しがつきますが、あまり怯えられると話ができません。すみません。まず名乗らせてください。私はリュウ・リオン、北条の女主人の店員です。よろしくお願いします。それで僕に何か用事でも？実はお願いしたいことが。ほとんど交流もない身で厚かましいとは分かっているのですが。いえ、そんな気にしないでください。僕、リュウさんにもいろいろとご迷惑をおかけしたみたいですし。食い逃げの件を言っているのなら、もう罪は清算されたはずです。シルは元より怒っていませんでしたし、宮川さんもしっかりと筋を通せば許してくれる人です。そうですか。では依頼の内容なのですが。あ、はい、何ですか？シルにお財布を届けてほしいんです。お財布ですか？はい、シルは休暇を取ってモンスターフィリアの見物に行っています。モンスターフィリア？初耳ですか？この都市に身を置く者なら知らないということはないはずですが。実は僕、オラリオに来たのはつい最近なんです。よかったら教えていただけると。モンスターフィリアは年に一度開かれるガネーシャファミリア主催のお祭りです。闘技場を丸々1日借り切って、ダンジョンから連れ帰ったモンスターを調教するのです。モンスターを調教するってすごいですね。せっかく休暇を取っての祭り見物なのに、お金がなければ困ることもあるでしょう。お願いします、クラネルさん。シルに財布を届けてもらえないでしょうか？はい、
わかりました。任せておいてください。つまり、どこぞのファミリアの子供を気に入った。そういうわけやな。ったく、この色ボケ女神が。
神様、どうしてここに？それは君に会いたかったからかな。ああ、僕も会いたかったですけど、そういうことじゃなくて、今日まで一体どちらに？いや、会いたいと思ったら本当に出くわしちゃうなんて。やっぱり僕たちはただならない絆で結ばれてるんじゃないかな。神様、すごいご機嫌みたいですけど、何かいいことがあったんですか？知りたいかい？僕が舞い上がってる理由を。はい。実はね。姫？何かあったんでしょうか？神様、走って！どうしてあのモンスターは僕たちを追いかけてくるんだ！しかし、なんでモンスターが街中に？わかりません、わかりませんけど。おじいちゃんが山でモンスターにやられ、僕はあてもなくオラリオにやってきた。僕が持っていたのは冒険者になるという決意だけ。実力もお金も実績もない僕を受け入れてくれるファミリアなんて見つからなかった。寂しくて、辛くて、悲しくて、情けなくて、心が押しつぶされそうになっても、もう守ってくれる人なんていなくて。でもそんな時に声をかけてくれたのが、やあ少年、ファミリアを探しているのかい？神様だったんだ。僕の神様。そうだ、神様が助かってくれればそれでいい。神様。おい、ベル君、どうしたんだよ。僕がここで時間を稼ぎます。神様は逃げてください。ダメだ、許さないぞ。そんなこと絶対に許さない。神様、僕はもう家族を失いたくない。でも僕に神様を守れる方法はこれしかないんです。本当にしょうがない子だな、君は。僕が君を置いて逃げ出せるわけないじゃないか。僕を守りたいだって？ならその言葉そっくり君に返してあげるよ。それに約束してくれただろ、僕を一人にしないってさ。でもこのままじゃ二人とも。諦めるのは早いぜ。ここでステータス更新をする。
今から強化する自分の力をあのモンスターにぶつけてやれ。それでも無理です。今の僕じゃ少し力が強くなってもシルバーバックには致命傷を与えられません。ベル君、君はいつからそんな卑屈なやつになったんだい。僕は君のことを信じてるぜ。バレンナニガシとかいう化け物みたいな女を目標にしている冒険者ベルクラネルなら、あんなモンスターちょちょいのちょいさ。神様、やっと渡せるよ。それは君の、いや僕らの武器だ。名付けてエスティアナイフ。神様のナイフ。僕が君を勝たせてやる。勝たせてみせる。今君は自分のことを信じられないかもしれない。なら代わりに君を信じている僕を信じてくれないかい。はい。大丈夫だ、ベル君。もう一度言うよ。僕が君を勝たせてみせる。はい。信じてくれるね。はい。よし、行こう。Hit! Hit!
やったやったやったよベル君。はい、やりました神様。ありがとうございます神様。それは僕のセリフだベル君。神様くすぐったいですよ。神様、本当によく頑張ったね。神様？神様！ヘスティアには悪いことをしたかしら。おめでとう。まだ少し情けないけれど。ええ、かっこよかったわ。また遊びましょう、ベル。